第1項案玉点検。全体から見ると準備項となるもので、自然な呼吸で行います。両手と両足の下に、それぞれ1個ずつの木のボールが存在するようにイメージします。まず、手のひらの下にあるボールをゆっくり回します。自然に下ろした腕を、体の前面に持ち上げて軽く曲げ、手首の力を抜いて、柔らかく、静かにボールを回します。手に感覚が出てきたら、足の裏のボールを回すように、両足をわずかに動かし、足の裏全体を刺激します。一つの方向に12回行って、今度は逆方向に12回行ってください。身体を緩め、意識を手足に置いて、静かにゆっくり動かすことで、入静といって、脳の深い安静に入りやすくなり、末梢の血液循環も良くなります。これを続けていくと、手足に温かい感覚が広がってきます。第2項、奥気入腎。腕を自然に下ろし、両脇に垂らした両方の手のひらに意識を集めます。息を吸いながら、両腕を体側から横に開きながら、吊り上げるように上げていき、頭のやや上で、両方の手のひらが平行になるように掲げます。ここで、両方の手のひらの間に、丸い木のボールをイメージします。両手を顔の前に下ろし、顔の前でイメージしたボールに今まで吸い込んだ息を吹き込みます。この時、気を手のひらの間のボールに送り込むようにイメージします。そして、ゆっくり、両手を腹部まで下ろしていきます。次に、9気でややかがみ、命門、背中のほぞの裏に当たる位置のあるツボを、やや後ろに引きながら、両腕で、腹部に、大きなボールを抱くように円を作ります。手のひらのローミアというツボから腎臓に向かって気を送るような意識を持ちながら、息を吐きながら、両手の平らをお腹に近づけ、同時に、命門の位置も、やや前に戻します。息を吸いながら、両手の平らを元に戻し、命門も少し後ろに引きます。息を吐きながら、両手を腹部に近づけるとき、気のボールのエネルギーが腹部丹田に流入するようなイメージを持って動作を行います。この動作を3回繰り返し、また両手を上げていきます。この一連の動作を6回行います。内気を誘導して、手のひらに気を集め、外気のようにローミアから出して、再び戻す気の循環を繰り返すことによって丹田を充実させ、腎を強くします。この動作は、長寿のための様々な効果をもたらします。東洋医学では、腎は生命力の源と考えられています。第3項、伸展脊柱。前こごめの姿勢から始めます。下に下ろした腕を交差させ、身体を30度くらい前方に傾け、鼻から息を吸いながら、上体を徐々に起こしていきます。体を起こすとき、両方のかかとを少し上げます。このとき、気が、尾骨から、体の後ろ面の正中線にある督脈を登っていくように意識しながら、体を起こすことが大切です。前傾けした姿勢から、上半身がまっすぐ伸びた姿勢になったら、上で交差した腕を広げ、今度は口から息を吐きながらゆっくり前こごめの姿勢に戻していきます。この時は気が体の前面の正中線にある任脈を降りていくように意識します。12回行います。任脈と督脈の上をムズムズした感じやビリビリした感じ、熱い感じが動いていく状態をイメージするといいでしょう。背中を伸ばして姿勢を整えることは、老化の予防に大きな効果があります。また、この動作は、呼吸と意識を調節して行うことによって、督脈と任脈に気を流すことができるので、体の中の気血の流れを改善し、健康な身体を作るのに大きな効果があります。第4項、中開き5。意識を中に集めます。中は前胸部の中心あたりです。下に垂らした両手を前胸部に持ち上げます。両手のひらを10センチメートルほど離し、前胸部で構えます。息を吸いながら、両手の平らを外側に開きながら、扉を開くような気持ちで、胸を大きく膨らませます。息を吐きながら、両手のひらを元の位置に戻しながら胸を閉じていきます。手のひらが胸に向いているときは、気が手のひらから中に向けて放射されている様子をイメージします。中は胸腺に近いツボで、西洋医学的に胸腺は免疫機能のセンターと考えられています。12回行います。第5項、堤上り開髻。開髻から中までの人脈の一部の身体の中心線をつなぎます。息を吐きながら、体を少し前にかがめ、両手の手背を合わせ、自然に膝くらいまで下ろした手の位置から、手背を合わせて息を吸いながら胸まで引き上げ、手のひらを開いて向かい合うようにします。息を吐きながら、再び手背を合わせて下ろしていきます。手が上に上がるとき、意識を人脈上で、開髻から中に上げ、反対に手を下げるとき、意識が人脈上で、中から開髻に降りるようにイメージします。12回行います。第6項、実施通り形。両手の指先を軽く合わせた手の動きで、呼吸と意識を調整し、小周点を通します。まず胸の前で、両手の指先だけを軽く合わせ手のひらは離します。気を循環させる方法は2種類あります。指先をくっつけた両手を下腹部に下ろし、体の前で、下、後ろ、上、前と楕円を描くように回します。この時、息を吸いながら、両手を上に上げる時、意識で、気を開髻から尾骨を通して、体の後ろ面の特脈を通して100回まで上昇させます。次に息を吐きながら両手を下げるとき、意識で、気を100回から体の前面の人脈を通して開髻まで下降させます。この流れを12回繰り返します。今度は指先をくっつけた両手を下腹部に下ろし、体の前で下、前、上、高等楕円を描くように回します。この時、息を吸いながら両手を上げるとき、意識で、気を開髻から体の前面の人脈を通して100回まで上昇させます。次に息を吐きながら両手を下げるとき、意識で、気を100回から体の後ろ面の特脈を通して開髻まで下降させます。これを12回行います。いずれの時も、両手を下ろすときに、体をやや前屈し、両手を上げるときに、体をまっすぐに伸ばします。体の動きとともに、意識で気を循環させることによって、小周点が通るようになります。第7項、諸筋通るからま。諸筋は、筋肉を緩めるという意味です。腕には、指先から始まる6本の経絡がありますが、この動作は、腕の筋肉の緊張をほぐし、柔らかく動かすことで、気の疎通を促します。横に広げた両腕を、息を吐きながら、指先から内側へ巻き込んで、前から外側に伸ばしさせ、息を吸いながら、再び横に伸展させます。息を吐くときは体を伸ばし、息を吸って腕を横に伸ばすときは、少し膝を曲げて体をかがめます。この動作を6回行います。背骨も柔らかく動かしますので、脊柱と肩関節の調節が行われ、腕の三影三秘の経絡の気を整えることで血液循環が良くなります。第8項、託点アンチ。諸筋通るからまの動きと同じですが、腕の位置を上下に変えて行います。右側の腕を諸筋通るからまと同時様に動かしたとき、左側の腕は下へ向けて手のひらを腹側へ向け、内側へ前腕をひねり込むようにします。息を吐きながら上下に伸ばした腕を回旋させながら身体に近づけ、息を吸いながら再び上下に開いていきます。この時、天の気を取り入れるようにイメージします。左右6回ずつ行ってください。目的も効果も、諸筋通るからまと同じです。第9項、上不安腰。手背を腰に置き、片足を斜め前方に出し、かかとをつけつま先を上げます。後ろ足に重心を置き、息を吸いながら、上体を無理なく気持ちいいところまで反らせ、気が体の前面の人脈を上に上がるように意識します。次に息を吐きながら、ゆっくり上体を前屈させていき、気が体の背面の突脈を下へ降りるように意識します。6回行ったら、足を変えて、同じ動作を6回繰り返します。このように、動作と呼吸の調整と意識を用いて、人脈と突脈に気を導き、小周点を通します。第10項、白猿検事桃。桃の実を持つように両手のひらを近づけ、膝を曲げた姿勢から始めます。両足は平行にくっつけて立ちます。9期で膝を伸ばして立ちながら、指先を軽く合わせた腕をはすかみ型に伸ばし、頭上少し前で肩幅くらいに開き、手は内側に向けて指先をすぼめて内側下に向けます。片方の指先に視線が届くように首も動かします。首の動作は左右交代に行います。次に、息を吐きながら、両手のひらを合わせながらしゃがみます。大きく上下に伸縮する動作に伴って、身体の中央部、体側、両腕の経絡を刺激して動かし、内臓の働きと基地を調整し、また、軽視や目の老化を予防するなど、全身の機能の調和を図ります。12回くらい行います。第11項、左右持ち方。意識を腰部の命門に集中し、上体を大きくひねり、視線を肩先に向けます。9期で、左側の手と足を右後方に引き、左手は腰のあたりから右後方に伸ばし、左足のかかとをやや上げ、膝を軽く曲げて右後方に引きます。重心を前足の右足に乗せ、右手は手のひらを前にして、額の前にかざします。左手線を命門に近づけます。腰の動きに従って、両手と肩と首を左後方にひねり、引いた左肩先に視線を落とします。呼気で戻し、反対側も同様に行います。吸気で、右側の手と足を左後方に引き、右手は腰のあたりから左後方に伸ばし、右足のかかとをやや上げ、膝を軽く曲げて左後方に引きます。重心を前足の左足に乗せ、左手は手のひらを前にして、額の前にかざします。右手線を命門に近づけます。腰の動きに従って、両手と肩と首を右後方にひねり、引いた右肩先に視線を落とします。それぞれの方向を6回行います。命門は、腎につながるツボで、ここに意識を集中して刺激する動作を繰り返すことによって腎を強くします。腎は、中国医学では、人間の生命力と深く関わる場所として重視されており、保険長寿項にも腎を強化するための動作がたくさん含まれています。これらはすべて生命力を充実させ、心身の調和を得ることを目的としています。第12項、青下義球。体の前でボールを回すように両手を動かし、身体全体を統合し、収む項へと導きます。呼吸は自然に行い、腰を緩め、両手には大きな木のボールを持つように中と下丹田のあたりに位置し、ローミアを向かい合わせます。ゆっくり木のボールを回転させながら左右に移動します。左右合わせて24回行います。繰り返して行うと、両手の持つ木のボールが丹田内にも存在するような感覚が生まれますが、このような入静の状態になると、意識を内に向けて身体を動かします。丹田を充実させることは、あらゆる活動の基礎となりますが、健康と長寿のための最も大切な要素でもあります。静かに動きを止めて、丹田に意識を集めます。目を開き、両手のひらをこすり合わせて、その手のひらで顔をマッサージして、入静から覚醒し、すべての動作を終わります。